施設管理権に基づいて中にいるものは当局の人もすごい数だったな。おいおいおいどこでいってんねん。どこにすんねん。
言ってるか、聞いた人は言ってる。いや、それは分からん。わかんけえや。荷物ぐらいなんか聞かされてくれや。ホームレスばかりしとんのか。荷物ぐらいなんか聞かされてくれや。おかしいやろ。おかしい。俺の荷物はもう。ホームレスばかりしとんのか。なんで荷物ダサいの。ホームレスばかりしとんのか。わかんない。俺らが昼帰ってきて仕事から、これチャリンコ置いて、荷物置いてんの。チャリンコあっこ出してんの。いや、みんな出してんで。チャリンコは出したけど、荷物はそこ。行ってこっち出してると思うんだけど、行ってみて。あかん。いや、行けで、あの、外へ出てるやん。外へ出てるもんやで。あの、横から入られへんの、飽きてくれへんの。入られへんの。俺、あくじゃん、これから荷物。荷物だけ取られへんの、あかんの。だから行政に。警察も行政。いや、違う違う。それはおかしいやんか。それはおかしいやんか。警察の行政やな。分かりやすいように説明してくれたらいいんやんか。職員のもんがな。説明不足やん。分かった。すまない。すぐ帰ります。でも荷物はいつ開けんの。明日やって。明日の何時。明日の午後って。明日の午後って。おっさん、パッと行くまでに開けるよ。そうそうそう。ボボって言ってたよ。ボボって。僕は赤いやない。トクトは赤い。トクトに行かなかった。トクトは赤い。赤いやん。
労働者の人もですね、あの獅子捕まれて、あの外に出ていくのを目撃しました、何人ぐらいいたでしょうね、あの2、3人いたと思うんですけれども、その後ですね、次々にシャッターが閉められて、あの釜ヶ崎号っていう大きなバスが置いてあるそのシャッターだけがあの残ってたんですけれども、そのシャッターも、何時頃だろう、2時か3時ぐらいには、なんだっけ、レッカー車をですね、行政側を用意してですね、引っ張って出して、まあそれでシャッターを閉めてしまった、まあそんな経緯です。警告も何にもなしで、法律の根拠も何も言わずに、行われた暴挙、全くの暴挙です、行政代執行でも何でもなくて、どういう法律の根拠があるのか、全くの暴力的な形の排除でした。はい、とりあえず補足あればまた他の人お願いします。前警告書を貼りに来た時もそうだったんですけれども、すごくこう支援側の人数の少ない時で、割とこう支援の人たちが帰ったその後のタイミングでこうわっと来られて、しかも今回はもう最初からものすごい数を投入されていたので、とてもじゃないですけれども、抵抗もできるような状況ではありませんでした。警告交渉はずっと鳴ってたあと、針金一回張りに行きましたけれども、そう突然あまりにも一方的すぎて、最初何が起こったのかもわからなくて、しかも今回道路も封鎖されて、私らが友人に連絡しようとしても、その友人も入れないみたいな状況で、所属というか、ちょっとあまりにも一緒にはやってるけれども、いろんな個人が集まって、ここの自主管理運営してたんです。で、だから12時台だと思います。突然行政の人間と警察がやってきて、半端じゃない人数でした。もうびっくりするぐらいの人数で、しかも行政代執行であるんであれば、警告とか戒告とかっていう手続きを踏まなきゃいけないんだけれども、それも全くなし。で、法的根拠を言えよって言っても何も言わずに、もう無言のまま、粛々と排除していったっていう感じですね。沖縄でよくありますよね、辺野古の基地反対してる人たちを排除するときのやり方、もう行政職員が寝て段ボールハウスで寝ている労働者とかも獅子掴んで外に出して、獅子掴まれてそのつまみ出された人っていうのは2、3人見ましたね。で、僕らも人数少なかったんですけれども、最後の1枚のシャッター、最後の2枚目のシャッターかな、それを下に座って阻止しようとしたんですけれども、やはり捕まれて外に出されて、それでシャッター閉められてしまった。で、多分2時台か3時台になったら、そのあのバスにね、大型バス置いてあったんですよ。ここですね、ちょうどここだと思います。はい、ここに置いてあったやつをレッカーで引っ張って、それで最後の1枚が閉められたっていう感じですね。自転車だけは行政の職員があそこに並べてありますけれどもね。ただ荷物取り出す一時行政の側が人間が荷物あるんだったら取りに行っていいよっていうで、国の職員、労働局だと思うんですけれども、付き添いで中に入っていいよっていう形で順次、そういう時間もありましたが、いかんせん昼間の時間でやっぱしいない人が、不在の人がいらっしゃってたくさんだったんですよ。労働局のなんだっけな、役職名忘れたけど、名前も忘れちゃった、人が言うには、明日の午後返すという、じゃあどういう返還の仕方するんだっていうことに関しては一言の説明なし、午前中に
シャッターに張り紙をしますっていう、そういう説明でしたね。僕はあのみんながそこで抗議してる時の間、ずっと警察官にあの仮店長署の前のところで足止めさせてて、じゃあもう中にずっといらっしゃったんですか、ね、そうあの一遍出たらもう中に入れないと思ったので、この道路の中にだから仲間が何人ぐらいいたの、 4,5 人いたと思うんだけれど、みんなバラバラにさせられて、1人につき6人から僕多い時 10人ぐらいの警官にあの取り囲まれて、移動も制限されるっていう形でしたよね。あの労働福祉センターとの交渉とかもあの参加してましたし、あの町づくり会議にでいろんなことが決められていってるんですけれども、それ一般傍聴認められてないんですね。だから秘密会議なんで、それはあまりにも良くないだろうよ。でしかもその委員の中の代表っていうのも必ずしも、確かにあの支援団体の代表とか出てるけど、必ずしも労働者の、声っていうものを代弁してるわけでは決してないんですよね。その中でまあ、センターの解体が決められて、新しく建て替えるんであれば、北側半分は商業施設にして、労働者に我慢してもらうみたいな橋本元市長の発言なんかもあったりして、いや、このセンターはやっぱしもうね、あの日雇いの人は少なくなったというふうに言われてるけど、実はそうでもなくて、朝早く来たらね、2時台とか3時台とか来たら、もうたくさん結構、車来てたんです、求人の車。しやっぱしあのアルミ缶なんか集めて生計維持している人にとっては、あれですよね、昼間農年のあの人たちはアルミ缶集めてる人とかが大体夜動きますから、で換金、午前中に換金して昼間休むで、また日付が変わって2時3時から起きて、いろんなところに行ってアルミ缶集めるっていう、そういう生活してますから、もうか絶対必要なんですよ。で生活保護があるじゃないかっていうかもしれないけれども、やはり生活保護大阪市厳しいんですよ。実は65歳以上だったら割とねスッと書かれるんだけれども、それ以外だと決定するまでの期間を、本当は15日以内っていう法律決まりがあるんですけど、まあ2週間かな、14日かもしれないんだけど、特例として30日まで延ばされると、資産の状況とか調査が必要な場合、それは特例なんですよ。30日まで延ばせるっていうルールを まあ、僕から見たら西成の福祉行政はそれを悪用して30日まで延ばすんですよ。で途中でそしてでつなぎのお金がないじゃないですか。みんな丸腰で、なんていうかな、手持ちのお金なしで生活保護を申請する人が多い。まあ途中でもう諦めちゃって、取り下げちゃって、施設管理権に基づいて、中にいるものは直ちに退去してください。当局の人もすごい数だったな。300ぐらいはおったかな。国、府、警察、合わせて300はくだらないかなって感じですね。もっとかも。警察入れたら多分500人ぐらいかな。僕はもうこれは大変だっていうことで、いろんな人に電話かけまくって、なおかつビデオを回しながら、あとはい、あの辺りのシャッターの下で座り込んだんです。だけれども十何分後ぐらいにはもう完全に取り囲まれて、獅子を捕まれて持ち出されてる感じですかね。